れる、うん、ここに、まあ、いいじゃん、いいえ、これさ、私が稽古を入れてからこの1本だけ買えるしのあ、ね、もともと、うん、でもこれいいですよね、1本だけ違うのいいよ、うん、これでシルバーいいベージュさ、これとかじゃダメ、こっちですよね、出版記念パーティーが自分の誕生日の日にやるみたいな。いいですね。
そう、なんかレキロフトかなんかでやるんですよ、ね、なんかロフトだって言うとみんな結構ロフトかみたいな感じの印象があるらしいんだけど、ちょっといろいろ頑張ってそれとね、来年かな、あ、うん、あれそうだ、多分来年だと思う、時の流れが早すぎて、あ、そっか、ゆうちゃんも若いんだよな、ゆうちゃん今、え、23? みたいなのありますよね、あーみたいな、知らないか、知らないか、あーってなるよね、いや、もっとバカにしてくるよね、みたいな、知らないよ、でも冷静になってみると、そこから 旦那子供になるかーってなるよね、平成と昭和の壁が、うん、あ、そうだよね確かにね、まあ、でもなんかこうゆめちゃんはゆめちゃんの中にも昭和感があるからな、ありますか、よかった、なんか昭和感ある、昭和のいいところありますね、変わりません、昭和感、昭和感、おじいちゃんが昭和感っていうかもう90年だそうだよね、イタリアの日本家を探してもなかなか、ね、か今は昨日ちょうど松田さん、織田さん、岡田さん、チームに遊びに来てくれて、なんかまた谷川さんの話とかにもなって、イベントやってる、うん、そうですよね、そこのつながりからの公演なので、顔を顔を押さないあーツルツルしてめっちゃツルツルしてる、ツルツルしてるなぜゆめちゃんがいいところゆめちゃんがすいません、タイトルはそのままリフレクションが、リフレクションの紹介してもらったぐらいで、ああ、ちょっと、ああ、全然違うな、それよりね、もう、え、うん